はですね、静岡県に来ております。先日ですね、昨日ガーラントコート宇佐美さんですね、以前宿泊させていただいたコスパのすごくいいコンドミニアムですね、趣のあるね建物でね、ほんといい宿ですね、そして今回はですね、修善寺にある桂川さんに宿泊いたします。以前もこちらもね宿泊させていただきましたね。で今回は外で食べずに、バイキングプランを選んだので、果たしてねどんなバイキングなのか非常に楽しみですね。まだねチェックインまでものすごい時間があるんで、昼食をいずれ食べようかなと思っております。伊東マリンタウンです。今日は風強いから寒い寒い。マリンタウンに過ぎてしまいました。結構時間がやばくなってきたので、今日お目当てのイタリアンレストランに向かいます。楽しみですよ。着きました。こちらのお店です。以前一度だけ来たことあります。ごちそうさまでした。食いすぎた、頼みすぎた、すごいお腹いっぱいですわ。美味しかったです。やっぱりこの何なんですかね、高原って、伊豆高原とか那須高原とかね、ピザがね合いますよね。本当に雰囲気も美味しくさせてくれますわ。じゃあこの後は少しドライブして修善寺の方に向かいますかね。今テディベアミュージアムに行ってきたんですけどね、思いのほか良かったですね。あんまりああいうとこ行かないんですけど、行ったら行ったでやはり楽しいですわ。ではもうチェックインの時間がだいぶ近づいてきたんで、修善寺まで一気に向かっちゃいます。まったくまたね、 Google ナビがねすごい道をね案内してくれました。おーおーおー、これすれ違い結構ギリギリよ。また楽しいね。雨降ってきちゃいましたね、まったくもう。そろそろ修善寺着きますね。今回は修善寺の観光はせず、そのまま宿に向かいたいと思います。そしてですね、前回は部屋をグレードアップしていただいたんですよね。で今回も特にそういった選択はせず、プランを選んでるんですけども、どうなるんだろうね、お部屋ね。着きました。荷物もいいんで早く入っちゃいます。お部屋着きました。これはまたいい部屋、部屋ですよ。これ見てくださいよ、広い。景色はね山側なんですけどね、おしゃれ。やったー、すごいいい部屋、興奮が止まらない。では少しゆっくりしてですね、下にコンビニがあるのでコンビニで買い物をしていきましょうかね。今日のご飯はここですよ、このバイキングレストラン。バイキングレストランで初のご飯をいただきますよ。ではコンビニ行ってきます。今回はですね、館内の散策はしません。前回していますので、概要欄 URL よりね前回の動画を見ていただけたら幸いです。桂川さん、ほんと神ですわ。
もう今日は温泉は今から入らず本当にゆっくりします。ゆっくりすることが目的だったんで、ゆっくりしてご飯食べてその後に温泉入りに行きます。あー寝ちゃいましたよ。宿で昼寝するって最高の贅沢っすよね。今から夜ご飯です。いよいよ一つね後悔したことがあってね、昼飯のピザがねまだ残ってます。食いすぎましたねこれ完全に。では行ってきます。結構やはり混んでますね。混んでますよ。こちら前菜でございます。料理の種類が豊富、そしてね一個一個こうカバーがしてあって大変ですよこれ。コストが。いただきます。もつ煮がすっごいうまい。もうその辺の居酒屋より美味しいレベルというか全体的にすごい美味しい。ごちそうさまでした。もう食いすぎましたよ本当に。あえてロビーの方に来てですねゆっくりした後、ここおそらく外でタバコ吸えるんで、外でタバコでも吸おうかなと思います。だいぶお腹が落ち着いたのでいよいよ温泉に入ってきます。では後ほど。風呂入ってきました。いやここのね温泉露天風呂貸し切れなんですけど、マジでね全てお見せしたいですね。まだ2個か3個ぐらいしか入ったことないんですけど全部入ってみたい。いやーほんとここよくできてますよ。システムが素晴らしい。今からですね、前回食べることができなかった夜泣きそばをですねいただきに行ってみます。来ました。シンプルな醤油ラーメンです。そしてねすごく混んでました。いただきます。うまかった。あれ無料ってすごいわ本当。そして近くにあった、娯楽ルームだっけな。あクローズになってんのか。来ましたよ囲碁将棋。そして満喫ですね。さすがにこの時間誰もいない。このカラオケルームなのかちょっとわからないですけど、ここもねやってればどんな感じの雰囲気だったんでしょうね。では最後に旅の楽しみである部屋飲みを開始します。この時間が終わってしまったらもういよいよ旅が終わりなんだなという感じにもなっちゃいますけどね。最後に楽しみます。ではおやすみなさーい。
おはようございます。現在朝7時半ですね。朝食バイキングがあるんで、準備していかないといけないですね。朝から温泉に入る余裕が欲しいですね。これは無理だ。朝食バイキングです。朝食もねかなり種類ありますね。これはねすごく悩みました。いただきます。部屋戻ってきました。あーチェックアウトの時間が近づいてる。やだやだ、帰りたくない、帰りたくない、帰りたくないよ。嘘でしょ、嘘でしょ。チェックアウトします。そんなの認めない。嘘だ。アウトしました。本当にいい宿だった。もうなんかね、チェックアウトしてから気づいたんですけど、プレオープンらしいんですよね今桂川さんって。でこれから1月の5日かわからないですけどグランドオープンらしいんですよ。なので、まあ、金額に関してはもうちょい高くなったりするのかな。それがね、変わらなければこれからも絶対に桂川さん伺わせていただきます。こちらの動画がアップされるのはおそらくというか、まあ、来年2021年だと思うんですけど、今は2020年です。これから年末年始にかけて旅行はできなくなるので、本当にね今年最後の旅行を桂川さんで過ごせてよかったなって心から思いました。というわけでですね、今回の旅はこちらで終了させていただきます。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。